最新作で出番が激減した、妖怪ウォッチの人物2000、一人目は稲穂。一時期はケイタに並ぶ、二大主人公として扱われていた時期もあったが、続編の妖怪ウォッチでは出番が激減。さらに、最新作の妖怪ウォッチでは登場シーンがほとんどなくなってしまった、二人目はジェリー。無印から登場していた人物で、続編の妖怪ウォッチにもまあまあ登場していたが、彼が行ってきた数々の蛮行にクレームでも入ったのか、最新作の妖怪ウォッチでは、オープニングにちらりと登場するくらいで、これといった出番が一切なくなってしまった。